1985年にあのアイアンマンという世界のシリーズがあの日本で最初に開催されたのが琵琶湖ですね。で、あの琵琶湖というのはあの日本のトライアスリートだけではなくて世界中のトライアスリートの聖地という見方をされています。やはりこの湖の環境とそれから、まあ、特に森山は平坦な土地、あの市内全部合わせても標高差が10メートルしかないっていうところ、トライアスリートの一つの良さは地元の文化に触れられるということで、まあ、あの食材とかいろいろ素晴らしいものがいっぱいあります。まあ、そういう意味であのトライアスロンは、まあ、あのタイムとか順位を競うスポーツ競技ではあるんですけども、それ以外の良さをもっといっぱい皆さんに楽しんでもらいたいと思います。森山市長の宮本でございます。この5月にレイクビアトライアスロン in 森山を本市で開催できますことを本当に嬉しく思っております。関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。そして今回多くの皆様が森山にお越しをいただきます。皆さんを琵琶湖、安川、またの飛騨、比叡の山並みが待っています。日本の成果をいかなく発揮いただけるように万全の準備をしてまいります。皆さんを心からお待ちをしております。